修明大学学校教師学部附属修明八千代中学校から富谷校長先生と田中先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速学校紹介 VTR をご覧いただきましょう。実践力、国際力、伝統力、未来を生きる力を育てる充実の学園生活。都心の喧騒を離れ、八千代の地に広大なキャンパスを誇る修明大学学校教師学部附属修明八千代中学校は、東葉高速鉄道八千代緑ヶ丘駅から直通のスクールバスで5分、千葉ニュータウン、JR 千葉駅、JR 柏駅などからスクールバスが出ています。修明八千代中学校の特色は、教師養成で実績のある修明大学学校教師学部の質の高い指導力を中学校教育に取り入れ、大学との連携による特別授業をはじめとする発展型の学習を中学在学中から受けることができます。また大学生による学習サポート、大学との共同授業研究など発展型の授業を展開しています。修明八千代中学校独自の PTT プログラムは、 P スキル、自分で考えて行動する実践力、 G スキル、地球規模で物事を捉え文化の違いを言葉によって乗り越えられる力、 T スキル、伝統を理解し先人の知恵を自己の生き方に生かす力で、さまざまな体験活動から世の中へとつながる力を備えます。さらに大学や企業、地域のソーシャルワーカーなど外部機関と連携したキャリアプログラムを豊富に用意しています。またユネスコスクールに加盟し、ユネスコスクール同士の交流など体験活動が大きく広がっています。学習面の特徴としては、英語、数学、国語で到達度別クラスの授業を展開しています。自分の実力に合ったクラスで焦らず着実に学力を身につけることができます。さらに弱点克服のための講習や補習体制も充実しています。各教科、復習のための補習や発展的な学習のための講習、夏季講習、冬季講習に加えて、修明大学の教員による希望制の土曜特別講座など、新しい大学入試で問われる学力の土台を固めていきます。また、課題発表や調べ学習などに Chromebook を使用した授業なども展開し、ICT を活用した情報教育を進めています。特に英語教育に力を入れている修明八千代では、英語を母国語としない人に英語を教える資格を持つ英語教育のプロであるイギリス人教師6人が在籍しています。英会話の授業ではイギリス人教師とコミュニケーションを取りながら生きた英語と触れ合うことができます。昼食は中学高校の6年間給食制です。栄養バランスの整った献立は成長盛りの生徒を食でサポートします。2021年4月中学校校舎をリニューアルしました。生徒たちは明るく生まれ変わった校舎で充実した学校生活を送っています。運動環境は冷暖房を完備したスポーツセンター体育館と、緑豊かで広大な敷地にあるグラウンドなどの施設で充実した学校生活を送ることができます。また万が一の時に備え、校内には
AED が9台設置されています。この充実した施設の中、部活動に参加する生徒も多く、放課後は活気にあふれています。中には高校生と一緒に活動する部活もあり、世代を超えた縦のつながりや同じ目標を持った仲間と切磋琢磨することができます。また生徒の興味・関心に合わせて新しい部活が次々に誕生しています。クッキングクラブ、ガーデニングクラブ、ファイナンスクラブ、 e スポーツ部が新設されました。襲名八千代には体験を通して学ぶさまざまな学校行事があります。中でもイギリス英語研修はビッグイベントです。中学2年の時は2週間、高校1年では3週間行われます。外国での経験は生徒の貴重な財産として残っています。 PGT プログラムをはじめとする体験型の学習を通して、失敗を恐れないで努力していく強い心を生徒とともに育んでいくのが、襲名大学学校教師学部附属襲名八千代中学校です。イギリスの英語研修が再開されたということですが、今年はお二人も行かれたそうですね。はい、5年ぶりに私もイギリスへ行ってきました。コロナ前と違ってホームステイはまだ再開されていないのですが、2週間の寮生活はとても充実していました。私は初めてイギリスへ行きましたが、普段の授業では味わうことのできない経験ができ、生徒の新たな一面も見ることができたので、とても貴重な経験になりました。コロナ前よりもプログラムは充実していました。教室の外へ出て英語に親しむ活動がたくさんありまして、世界遺産のカンタベリー大聖堂まで歩いて20分ほどですが、大聖堂前の観光客で賑わう街中で何かを探すというミッションにグループで取り組むなど、英語に親しみ英語を使う活動が多彩に用意されていました。またイタリアやスペインの学生も研修に来ていまして、休日や夜間に国際交流をすることができました。そして食事がとても美味しかったです。イギリスは美味しいものがないと言われてますが、そんなことはありません。毎回メイン料理を3種類から選ぶことができました。そこでスタッフとの会話も生まれます。スタッフはとてもフレンドリーで、安全安心の海外研修を改めて実感しました。まさに充実した研修ですね。それでは入試のヒントです。まずは入試についてです。一般入試は1月20日、28日、2月11日の3回行います。試験は国語と算数の2科目、試験時間は50分、そして面接です。また保護者の方には試験日または事前に保護者面談を行っています。入試の出題範囲はそれぞれ4年生、5年生、6年生の教科書の例題レベルでの問題になっています。難問・奇問と言われる問題は出題することはありません。出願はインターネットのみで受け付けております。詳しくは本校ホームページにあるインターネット出願から出願サイトへ進み、手続きを行ってください。では国語からお願いします。大問が8問の構成です。大問1から6が漢字・文法・語句の問題、大問7が説明文、大問8が小説文の問題です。漢字の読み書きは全部で20問出題されます。小学4年、5年、6年生で習う漢字がそれぞれ6問から7問ずつ出題されます。その他画数を問う問題、熟語の構成を問う問題も出題されています。文法と語句の問題は主語と述語、修飾語と非修飾語、慣用句、和語、漢語、外来語、敬語などから出題されています。文章問題は小説と説明文の両方が出題されています。
小説は登場人物の心情を読み取ること、説明文は筆者の主張を正確に読み取ることが必要です。そして本文を読んで自分自身のこととして考えることが求められています。対策としては、漢字と文法は基本的なドリルを用いて繰り返し練習することをお勧めします。語句については、知らない言葉に出会ったら辞書を引く習慣を身につけると言葉の知識が豊かになっていきます。文章題の対策としては、普段から小学生向けの図書を多く読み、内容をしっかりとつかみ取れるようにしておくことが大切です。そして感想を書いたり、家族と話し合ったりしてみましょう。続いては算数です。大問8題で、大問1、3、5が計算問題、大問2、4、7は図形の問題です。大問2、4、6、8が文章題になっています。大問1、2が小学校4年、大問3、4が小学校5年、大問5から8が小学校6年の範囲となっています。大問1は四則計算と小数の加減、大問2は計算の決まりと角度、面積の問題です。大問3は小数と分数の加減乗除、大問4は割合と角度と面積の問題です。大問5は分数の加減乗除、大問6は場合の数、組み合わせの問題、大問7は立体の体積、そして大問8は割合と比の問題です。他に速さや平均の問題も出題されます。対策としては、小学校の教科書の内容に即した学年別の計算ドリルや基礎的な問題集を繰り返し学習し、基礎力の定着をさせることが重要です。計算力を一番重視していますので、市販の各学年の計算ドリルを毎日一定量行うことが良いと思います。ミスの多い人はノートに解いて、間違った問題をできるまで解き直すことが大事だと思います。図形の問題も基礎が多く、ドリルで十分対策が可能です。図形では円の問題もありますが、円についても計算ドリルで学習しておくことが重要です。最後は面接です。面接は受験生1人に対して教員2名での面接です。服装は普段着で構いません。面接での質問は、将来の夢は何ですか？友達と仲良くできますか？などです。難しいことは聞きません。明るく元気に答えてください。それでは最後に受験生の皆さんにメッセージをお願いします。受験生の皆さん、そしてご家族の皆さん、中学入試は本当に大変だと思いますが、毎日の努力が必ず実ります。そして昨日の自分より一歩前進、襲名八千代は頑張る皆さんを待っています。襲名大学学校教師学部附属襲名八千代中学校から富谷校長先生と田中先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ここまで入試のヒントをお送りしました。